はい、皆さんこんにちはかな。MWebcom1 です。ちょっとこれ気になったので、今日買ってみました。メーカーは JT になるのかな。ドトールと書いてありますけども、まあとにかくね、これなんで今日これしようかなと思ったかと、これ暖かい商品なので温めることができないんですよ。ちょっと待ってくださいね。かなこれ、ちょっとお待ちくださいね。あ、もしかしてこれ逆的な感じが、逆じゃない。はい、今日はですね、これを、デビューしたいと思います。まだね、いっぱいデビューしたいものがあるんですけども、まあ、とりあえずこれね、開けてみましょうか。これ、ね、ほっとあったかい商品なんで、ちょっと暗いな。はい、これで首しか映ってない、ほんと嫌だな。はい、これをね、ちょっと映しちゃうとね、冷めちゃうんで、はい、開けて、まあ、ココアですよね。ちょっといただきます。美味しいです。これ本当はね、移してこういう風になってるよっていうのはね、しようと思ったんですけども、これですね、映しちゃうと冷める可能性がすごいあるんで、前ねデビュー全然やってない時なんですけど、熱々で買って、これ自販機で買ったんですけど、ドトール。でもね、映してまた首しか映ってないな、本当やな。映してやったんですよ。このあったか、まあね、これは冷たい商品なんで、冷蔵庫にやるんで、これはね、そのうちまたデビューしたいものがね、いっぱいあるんですよ。ここぐらいかな、まあ、やっぱ皆さんでお届けしたいものがたくさんあるんで、というね。なのでこういうのをね、あったかい商品は映せないですね。これグラスとかああいうね、 あったかくしてね、やればいいんですけど、なのでちょっとぬるくなっちゃってるんですけど、今日は JT なのかな、メーカー JT、 まあドトールのドトールココアを今日はやりました。ではね、いつも言ってるんですけども、チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。ではね、この辺で失礼します。